10分ほど時間が経ちました。氷が溶けましたので目隠しを外してみます。水面の位置は初めの高さと変わっていません。ではなぜかを考えてみましょう。氷をまずどけてみたときに空き缶が上に持ち上がります。その時に、空洞がその分の体積分空洞ができるんですが、空洞部分の水の重さは実は氷の重さと同じ分だけです。そうしますと氷が溶けた時にそのできた空洞部分を埋めるとちょうど同じ体積なんですね。ですから水面が上がりもしない下がりもしないということになりました。